はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム IF 白夜王国編第23章ですね、やっていきたいと思います。まあとりあえず忘れないうちにまず進化させる。本日は錦の誕生日です。どういうこと？その前に進化だよ、進化、進化できるやつがいるはずなんだよ。そう、リンカをね、進化させることができるので、とりあえずマスタープルーフを使いましょう。2個しかない、使うと。修羅、火事、金棒と呪いであらゆる敵を粉砕する。呪いって言ってもな、魔力ないからな、こいつ。魔力はマイナス1になるな。刀と棍棒を使い技に優れている。火事の方が良くない？じゃあ技とかめっちゃ上がるし、7上がるんだけど。魔法防御系が上がるな。うん、火事だな、そうすると。さあ行け、サンダが力を与えたまえ。とりあえず火事。おお、魔力が下がったけど、剣が使えるようになった。あと誰だ、サイゾウだ、サイゾウ。サイゾウもいけるはず。あ、椿もいけるな。ちょっとマスタープルーフ、あ、間違えた、全話付けしちゃったよ。まあいいや、使おう。椿をマスタープルーフ使って、聖天魔武者。あ、これは夕霧のやつか。やっぱこっちだな、そうすると聖天魔武者にしよう。ほい、ようやくこいつもクラスチェンジだよ。主力として使ってなかったからな。オーケー、ペガサス、馬がペガサスになった。魔力がプラス4って言って意味ない気がするんだけど。あ、杖が使えるようになってんのか。もともとの武器なんだっけ、こいつ。槍か。何装備してたっけ、これだっけ。じゃあこれモズメだ。受け取る？あ、いいんだよな。杖が使えるようになってるから、春でも入れとくか。あとちょっと、サイゾウがいけるはずなんで、マスタープルーフをちょっと調達しないといけないかな。どこだ？レベル20のやつ。いた、サイゾウだ。で、こいつに、マスタープルーフあげて、OK。さよなら。さよなら。寂しいことを言うな。どこだ？サイゾウいた。ようやくこいつも。おー、上忍。手裏剣と刀。カラクリ師。え？カラクリ師とか言って移動力が2上がるんだけど。こいつは何が上がるんだ？魔法防御がめっちゃ上がるな。速さが下がるのか、カラクリ師。守備が3上がる、でも。力4上がるな。これカラクリ師の方がいいんじゃない？力めっちゃ上がって、速さが1下がっちゃうけど、移動が2上がるっていうのはかなりでかいな。これカラクリ氏にしよう。サイゾウはカラクリ氏。まあもう一人忍者がいたから、カゲロウだっけ。あいつがもしレベル20になったら上忍にでもしましょうか。おお、変なもんに乗ってる。よくバランス崩さないな。俺は見た目など気にはしない。まあ確かに見た目はどうなのっていうところはあるけど。よし、こいつも弓が使えるようになった。って言ってもな、手裏剣がもともと射程にあるからな、弓はあんまり必要ないと思うんだけど。あとちょっと最近アクアが死んできてるんで、ヒットポイントの薬を1個与えとくか。誕生日、今日はなんだか調子がいいな。耳と尻尾の毛づやも最高だよ。速さと幸運の調子が上がった。今日はいつもの10倍毛づくろいを頑張ってみようかな。おお、武器の扱いが上手くなった。なんだなんだなんだ、いろいろ手に入れた。あ、まだ喋れる。あ、これね、いらない。あとはちょっとマイルームに行きますか。誰がいる。さくら、夕霧、ひのか、おぼろ、おぼろあたりをやってみるか。
あんまり仲良くないとは思うんだけどな、おぼろは。あら？二人だけでお話ですか？どうしたんですか？ちょっといなかったですよ。すいません、申し訳ありません。わ、ちょっとポイントがわからん。おぼろポイントが。頭を撫でてくださるなんて光栄です。いや、今顔を撫でてると思うんだけどな。私もひなたも匠様と同じ一つ結びにしてるんですよ。お前はそれは匠様だろう。なんでこいつのところに来てるんだ。まあ、職権で呼んだんだけどね。職権乱用。うわ、ちょっと、え、ここか。おらおらおら。この部屋すごく落ち着きますね。そうか。また遊びに来ちゃってもいいですか。そういう部屋ではないと思うけどね。ふう、帰ってったし寝るか。というところでようやくまた物語に進めるか。5分以上かかったな。第23章、アンヤ王女カミラ。かつては白夜王国に仕えたというアシュラの案内で王都の地下街を通って秘密の通路へと進む一行だが、王城へ続くその通路では難敵が待ち受けていた。よし行くぜ。アンヤ王女カミラ、またか。もうあんまり繊維なさそうだけどな。ほう、ここが秘密の通路の入り口か。なるほど、まがまがしい雰囲気だな。そりゃそうよ、通りたくなるような明るい道だったら秘密の通路らしくないじゃない。まあその通りだな。ありがとう。エリーゼ、見送りに来てくれて。ここからは僕たちだけで十分だ。だなくて大丈夫だ。そしてできれば君はしばらくこのままカシータの家に行ってくれ。え、どうして。うん、今から戦わないといけないからだよ。マークス兄さんやガロン王とね。お城はきっと戦場になる。そんなところにいたら危ないだろ。それって今からミカミックスお兄ちゃんがマークスお兄ちゃんやお父様を殺すってことだよね。すまない。そうなんだ、殺しに行くんだ。でもそうしないとこの戦争は終わらない。これ以上民たちを傷つけないためにもそうするしかないんだ。そう、それじゃあ私も行く。ダメだ、エリーゼを家族と戦わせるわけには。ううん、私は戦わない。ミカミックスお兄ちゃんの味方もしない。え、どういうことだ。私はアンヤ王国を裏切れない。白夜王国側につくことはできないわ。でもこの戦争が終わってほしいって気持ちだけはミカミックスお兄ちゃんたちと同じなの。だからこの気持ちを伝えに行く。私がお城に戻ってみんなを説得したらマークスお兄ちゃんもお父様も考え直してくれるかもしれない。戦わなくても殺し合わなくても戦争が終わるかもしれない。もしそうなったらそれが一番いいって思わない。エリーゼ、そんなのは綺麗事だ。頑張るね。一緒に戦うことはできないけど私も戦争を終わらせるお手伝いがしたいの。だから連れて行ってくれる、ミカミックスお兄ちゃん。うん、まあいいだろう。一緒に行こう。エリーゼの言う通り、戦わずに済むならそれが一番だ。でも無茶だけはしないでくれ。もし戦闘になったら僕の傍らから離れちゃダメだよ。僕のそばからか。約束する。いや、お前そばにいたら邪魔なんだけど。よし、いい子だ。それじゃあ通路の中に入ろう。何が出てくる。通路には結構広いな。でかいぞ。中は思ったより普通だね。何の変哲もない通路だ。あれ、道が二手に分かれている。右側の道が私がいつも使っている方だよ。こっちはカミラお姉ちゃんと私が住んでいる利休につながっているの。でもマークスお兄ちゃんやお父様のいる王城に行くには左の道を使うしかないわ。そっか、じゃあ今回は左の道だね。うーん、でもカミラお姉ちゃんの話だとそっちは迷路みたいになってて迷うと死ぬまで出てこれないって言ってたの。もしかしたらすごく危険なのかも。大丈夫だよエリーゼ。僕たちは今までに何度も大変な目に遭ってきたけど、その度に切り抜けてきたんだ。だから今回だってきっと平気だ。めっちゃ楽観的だなこいつ。僕はそう信じてる。そういうもんじゃないんだよ。え、エリーゼ。うん、なんだか別人みたいだなって思ったの。
北の城塞にいた時はいつも頼りなさげだったのに、強くなったんだね、ミカミックスお兄ちゃん。うん。だから安心してくれ。もし怪物が出てきてもエリーゼは守ってみせるから。本当にありがとう。怪物なんか出てくんの？ミカミックスお兄ちゃん大好き。一番好き好き好き。飛びつくなよエリーゼ。こいつら年いくつ離れてんだ？あれはエリーゼ様。ああ、間違いない。早く神の様にお知らせしないと。何やらアンヤが出てきましたね。名前がわからん。アンヤをやってないから。内部は本当に迷路のようになっているな。それに先ほどまでの道と違いとても暗いぞ。そうだね、作動した後の罠もたくさんあった。おそらくこの道を作った盗賊が自分以外には通れなくしたんだろうね。古い武器や死体がゴロゴロしているな。足元には気をつけた方がいいぞ。死体ですか？そんなもののまであるなんて。さくら大丈夫かい？さくら怖かったら目を閉じてればいいよ。ほら僕が手を引いてあげるから。ありがとうございます。いやー、目をつぶってんのもこういうとこじゃ怖いだろう。ムッカミックスお兄ちゃん、私も死体が怖いな。仕方ないな。じゃあエリーゼもこっちへおいで。やったー、へへへ。ん？何かを感じた。お兄ちゃん後ろ、何か足音が聞こえるの。まさかのスフェラというか、こんなところにまで出てくんの。いや、メンヘラだった。来たかメンヘラよ。見つけたわエリーゼ。カメラお姉ちゃん、よかった。どこも怪我はない？あなたの進化から報告があったのよ。あ、こいつエリーゼの進化だったの。こいつっていうか、あのさっきの二人。あなたが白夜の兵士に連れ去られたって。え、困ったわね。周りにいる兵がそうなのよね。私の可愛い妹に手を出すなんていけない子たち。すぐにあの世に送って後悔させてあげる。姉さん、待ってくれカミラ姉さん。僕たちはエリーゼを連れ去ったわけじゃない。そんな、ミカミックス、まさかあなたがここにいるだなんて。エリーゼと一緒だということは帰ってきてくれたのね。私たちのもとに、アンヤ王国側に。この状況を見てまだお前はそんなことを言うか。どう見ても白夜の人たちの方がいっぱいいるだろう。ミカミックス、私の可愛いミカミックス、やっと考え直してくれたのね。ああ、私この日をどれだけ夢に見たことか。違うんだ姉さん、僕は姉さんのもとには戻れない。分かっているわ。安心していいのよミカミックス、あなたに罪はないの。どうせ殺してあげるとか言ってくるんでしょ。あなたの悪い友達があなたを騙しているだけだもの。だからねミカミックス、あなたとエリーゼ以外の全員を殺すわ。白夜側の人間がみんな死んでしまえば、あなたはまた私たちと一緒に暮らせるでしょう。違う、カミラ姉さん、そうじゃない。やめて。カミラ姉ちゃん、話を聞いて。可愛がってあげる。私の可愛いミカミックス、あなたを助けてあげる。あと少しの辛抱よ。少しだけ死体を増やせば、あなたはまた私たちの兄弟のもの。ふふふふ、完全に言ってるなこいつは。まあその呪い俺が解いてやる。さてさてさて、みんなだいぶ強くなったからな。主力もでもだいぶ決まってきたから、アクアにサクラにリンカはな、ちょっとどうしようかな。ヒノカはちょっと絶対出さないだろう。エリシア、モズメ、オロチ、サイラス、ユーギリ、リョーマ、タクミ、アシュラを出そう。あとオボロ、クリムゾンな、微妙なんだよな。サイズを出してみようかな。かなり移動力がアップしたからな。で、ニシキ一応誕生日だからどうしようかな。誕生日出してみよう。あと一人か。風花はめちゃ弱いから、どうしよう、日向でいくか、椿でいくか、凛花でいくか。凛花でいこう。火事、こいつを出そう。よし、オッケー、戦闘開始。ハロルド参上だ。エリーゼ様、今お助けします。やってみせるわ。悪い白夜の兵士は全員倒してみせるわ。ハロルド、エルフィン、
あれは確か私の進化だよ。二人とも私が連れ去られたって誤解してるんだ。内緒で抜け出して白夜の軍と一緒にいたせいで。そうだ、メカニクスお兄ちゃん、私をハロルドとエルフィーのところに連れてって。話せばきっと分かってくれる。攻撃をやめてくれるはずよ。うん、分かった。でも戦場は危険だ。約束通り僕と一緒に行動するんだよ。マジか、会話をするってことか。トーク、んここどういう道だ。川が流れているところは行けそうにない。どうしような。上と左で分かれるのか。ここは行けんのか。そもそもこの操作らをぶっ倒すか。リンか。うわー死ぬ。ここはどうなんだろう。魔法防御の高いやつで行った方が良さそうだな。よし、誕生日、あそうだ。ちょっとレベル上げしてたから、あれをオフにしてた。お任せじゃない、戦闘アニメはオンにしとこう。まあ味気ないからな、そうしないと。うわーこいつやられる。ちょっとここら辺、龍馬単独でいこう。あとサイラスはこっちで、一応自分は、なるべく会話をする方向でいきたいからな。ダックはちょっと赤待ってよ。オロチどうしようかな。こっちがいけるからこっちに行くか。だいぶ詰まるなこれ。また匠すげえな。川の中歩いてったぞ。なんとかの弓持ってるからな。ボードと、やっぱ飛んでるやつ出した方が良かったかな。よしよしよし、フェリシアで、ここはフェリシアの回復役でいいかな。リンカとサクラはこれでいいか。来たか、援護してあげるよ。攻撃力が高えな。撃って2回食らったら死ぬぞこれ。おお9尾になってる。うわミスったか。弱い、誕生日弱い、相性が悪いか。なるべく、詰まってるからこれで攻撃するしかないか。死にそうにはなるけどしょうがない。変身、これ絶対一人称になるし。なんで 90% かわされんだよ2回も。お前ふざけんな、成敗してくれる。遊んでくれるのかい。おりゃわらわの勝ちじゃ。よーし、404レベル、お、いっぱい上がった、ね。で、さくらをちょっと出して回復。しまった、夏祭りが1個しかない。これはこれは、あれ狐減ってなかったっけ。あんまり減ってねえな。ちょっと取っとこうじゃん。リンカを前線に出すか。でモズメをここにやって、一応秋祭り使うしかないのかな。そうすると、匠でこいつを攻撃してぶっ倒せないか。まあしょうがない、できますわよ。敵が強くなってきたな。サイラス、サイラスはちょっと盾役になってほしいからな。ここら辺まで進めるか。でおぼろ、おぼろは遠距離攻撃ができない。こいつは 68% か。相性が悪いんだな。回帰させといて、フェリシアは回復させるから、才造だな。ここで攻撃しよう。おお変なもん乗ってな。おいや仕留めたぞ。すげえ54も経験してねえと。でこいつで回復をさせると。よしよしよし、あれこれ上行ける。え、いけなそう、これいけなそう絶対。しまった、いや無理だろう。あ、一応水の中は
突き進めるな。こっから行くしかないのか。アッシュラッド。一応自分のこっちから行くか。そうすると、こんなもんかな。とりあえずあんまり進みすぎるとな。うわ、なんだなんだなんだ。おーい、マジかよー。おー、あー、ダメだ、ダメージ食った。最悪だ。あ、アクア、やばい。ヒットポイント増幅のやつを使ってない。こいつも死ぬ。さっきの銃超痛え。まったく何なんだよ。誰一人死ぬことなくこの戦いを終わらせたいけど、かなりきついなそれは。龍馬、とりあえずそっから奥のやつから行くか。そうする、あれ、これ普通の敵だよね。うおーい、倒せるか。30を2回で倒す感じか。ってことは食らうな。おー、危ねえ。 2% よし。そうか、こいつの回避率は半端ないんだった。 OKOK、 どうする、こっからいけるか。いけるな。容赦などいらない。くらえ。超強い。132とか異常なんだけど。おお、武器レベル A。 あと龍脈なんかある。ここにあるな。これさ、ずるくね。真ん中全部。マジずるいんだけど、この龍脈回復させないときついじゃん。一応ちょっとヒットポイントの薬を使っとこう。で、回復できるやつはもうみんな回復だな。あとこいつが敵か。どっから攻撃するか。年やらないともういけないな。ってことはこうだな。よし、OK。行くぞ。おーね。ここ次はどなたでしょう。よし、自己再生。こっち側のやつらまでは届いてない。じゃあ下から攻める感じでいくか。あと回復できるやつ、自力でみんな回復するか。持ち物で傷薬、久々に傷薬使うな。で、こいつは夏で、喉あたりを回復させて自分も回復。いいね、メイドの奉仕で細胞も傷ついて回復と。こいつはちょっとしょうがないな、このままにするか。こいつ傷薬もなくなってるか。おー、来た、超弱い。硬いのかこいつ。これは1、4。超硬い。こっから狙ってくるか。19%。いけ、当たった。成敗。おお。敵はこれおびき寄せた方がいいかもな。そうすると。こいつはダークナイトだから。フィンブルって魔法じゃん。まあしょうがない、これで倒す。うわー、一発くらった。今さら、今さらクリスタルが出ても最初に出してくれよ。ある程度の回復は必要だからな。でもこいつも、匠を回復させて。しまったな、匠はあれだな、射程2になると厳しいからな。じゃなくて射程1から攻められると反撃できないからな。食らわないだけマシか。おじけづく、
ったいやー、リンカ弱えな。装備なんだっけこいつ。こいつは魔法がいけるから、よしよしよし、部族の力見せてやる。おにゃ、楽しめたぞ。すげえ経験値上がる。さくら前線に出して大丈夫か。夏祭りマジ1個しかない、厳しい。使ってしまった。ドゥルルルルルーと、主人公も一応な、春で回復できるからな。龍馬強いとはいえ無理はさせられない。11しか回復しない。こいつ自力で回復できないな。こいつを歌ってで回復させるか。ほい、で終わり。おいおいおい、どこを使ってきた今。また使ってくんのここ、超ずるいんだけど。なんだよそれ。うわこれはまずい。ここまでまずいのは本格的にまずい。まずいまずいしか言ってないけど、あとこれだよね。じゃあこれさ、画面が見れないんだけど、どこまで範囲があるの。いまいちわかんねえな。でも下にいる人たち当たってないよね。ってことは早急にやっぱり下、いやもうこれはちょっと一回上から行こう。待って、龍馬を出して待機させて、主人公で回復させて、でフェリシアまずいな。こいつ再動かけてもちょっと下に行って、ちょっとフェリシアで回復してもらおう。あぶねえ、マジで死ぬとこだった。でこいつはちょっとこっちに出るか。いっぱい悪人もここら辺にいて、みんな逃げろ。こっからこの真ん中の中は大丈夫でしょ。こいつ死ぬな、死ぬなっていうか、あれじゃ死なないのか。オロチ行け、潰してやるよ。おりゃあ、魔力の叫び。何を叫ぶんだ。あとはこいつでまた遠距離攻撃。精一杯やりましょう。倒せるか。ダメです。まあ倒せた。戦んなった。いい塩梅やな。これ自分を回復できないっていうのがかなり痛いよな。まあしょうがない、行くかとりあえず。で、秋をな、使うのはもったいないからな。応援って何なんだ。なんか応援しだしたけど、ちょっと効果がいまいちわかんねえな。来たエリーゼ様を返して。あの人は私の大切な人なの。かかってこい。まあそれはちょっとわかるけど、よし。うわこいつは普通の敵だよね。おー硬い、ナイス。月光ってなんだ月光って。はいやー、見てられないで。何が起こった、いまいちわからん。ちょっと後で月光の効果を調べてみよう。うわ夏祭り、これをあいつに渡したい。トークができる、トークしよう。平和に行こう、平和に。エリーゼ様、よかったご無事で。あなたが連れ去られたと知った時どれだけ心配したことか。違うの、私は連れ去られてなんかない。ただ勝手にお城を抜け出しただけなの。だからこの人たちは悪くないわ。私の意思でついていってるだけ。お願いエルフィー、戦うのはやめて。私の大切な進化に、大切な親友のエルフィーに。
ミカミックスお兄ちゃんたちを殺してなんか欲しくないの。エリーゼ、わかったわ。そういうことなら私は引くことにする。エルフィー、大丈夫よ。ハロルドには私から伝えるわ。でもカミラ様を止めることまではできませんので、それだけはお許しください。オーケーオーケー。ここを出たら私の離宮で待ってて。全部終わったらすぐに戻るから。全部終わったら、あのね、私まだちょっとやることがあるんだ。でもきっとすぐに終わるから。そしたら私の部屋でみんなでお茶会でもしようよ。戦場でお茶会の話。そうそうね、エリーゼがそうしたいのならそうしましょう。私ハロルドと待ってるから、エリーゼが帰ってくるの。うん、ありがとうエルフィー、大好きだよ。私も大好き。なんだこいつら。え、何、どういうこと、杖。ハロルド、お前はどうなった。お、緑になった。ちょっと龍馬こっちに行くか。自分死にそう、ってかこいつ死にそう、本当に。アーシュラ、一刻も早く撤退しなくては、この危険区域から。でフェリシアを復活させて回復だ。サイラスちょっと回復させよう。よしよしよし、とりあえず一刻も早くカミラお姉ちゃんをぶっ倒さないと。かなり危険だなこのマップ。んー、また全員で行くとな、なんか暗いそうだけどな。とりあえず壁役のサイラスここに置くか。で援護ができるように匠をここに置いて、あとはちょっとそれに続いて進軍していく感じで。さくらどうしよう、使っちゃうか。秋祭りもったいないけど、誰だ夏祭りを持ってるやつ。さくらにちょっと渡したいな。誰だっけ、こいつじゃないしな。あ、こいつも一応魔法使えるんだ。全然先に進めないけど、まあしょうがない。もうズメちゃんもなんだ、小判手に入れた、やった。調合薬はヒットポイント20だからまだ使わないと。よし、どうだ、使ってくるか。来たよー、マジ何なの。あー、ちゃ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 、ぶっ壊れたけど。うおやばい、タグミが殺される。 66% 倒せ。うおー、やられた。お前なんかにやられたか。いやー、殺せるやつを確実に狙ってくるな。まあ、リンカはちょっと弱いから覚えて、しょうがない。ロイオ戦死者が出たか、二人。おいおいおい、こいつも名前ありの割には弱いな。勇者の剣、なんだ、何しに来たの。あいつに攻撃しろよ。一体何なんだ。まあ例によって殺せるやつ、うん、殺される。このね、魔法使いがやっぱ厳しいよな。魔法には魔法で行くしかない。よし、全然食らない。すぐに終わる。俺の魔法防御があれば。だっ、再造の2マス、まあ、死ぬけど多分殺せるっしょ。だってこれ集中なさって余裕余裕。おお、レベルアップ。魔法防御意外に重要だな。後半結構魔法使ってくるやついるから。そうすると錦式とかどうなの。なくなってもしょうがない。変身、お前となら。いける。わー、ミスター、やった。ニシキはね、意外に回復率が高いんだよね。素早さが早いってことかな。まあ早いか。オッケー、ここはあらかた殲滅できるかな。ちょっと一人で龍馬行くのは
厳しいかもしれないけど、自分が回復できないっていうのもな。傷薬持たせとけよかったかな。輸送隊がある。こいつなんで輸送隊使えるんだ。それが主人公だったのか。傷薬を持たせよう。受け取る。オッケーオッケー。人々の薬、力の薬にもちょっと使おうかな。受け取る。どうして、ああしまった。使えばよかった。ハロルド死にそう、オボロも死にそう。とりあえず自分でちょっと回復できるやつは自分で回復していこう。ここはもうちょっと持ち物をガンガン使っていかないと。こいつだ、夏祭り持ってんの。これをさくらに渡そう。とりあえず1個秋祭りを減ってるやつ、ハロルドとか使えるし一応使っとくか。はい、生き残っといてくれ。で、ここで物交換、お前じゃない、夏祭りを渡す。オッケー。で、待機と、あとフェリシアが回復できるからちょっと減ってるやつ、もろちだな。いいね、自分も回復できるのはでかい。モズメはとりあえず自分で回復、あー待機しちゃった操作ミスが目立つ。こいつもあんま役立ってねえな。あと誰が動かすの、こいつか。ちょっとピットモード減ってるからな。来たか。おお、回復させたところで死んだか。勇者の剣いいな、欲しいな。まあいいや、壁役として役立ったと言っておこう。そして俺の手にかかればお前など。よし、龍馬かなりの強キャラだ、強い。回復回復で、あとはここにも龍脈があるのか。今回マジきついな。ちょっとこいつを前線に出して、で主人公はちょっと回復させないといけない。傷薬と、こいつをどう仕留めるかだな。そうすると射程は2か。やっぱりそうするとオロチで1回減らす必要がある。俺に任せろ。うん、魔法部隊は行くぞ。いいな、ミスったか。でアシュラなんで出したかっていうと、こっち射程3あるんですよ、このなんちゃらの弓。大丈夫よ。ほら相手にならねえな。まあそこそこレベルも高いし結構使えるかなと思って。でサイラスで一旦、どうする、こっちから行くか、いや下から攻めるか。でサキュラで、夏祭りで回復と。で一応夕霧を持っていって下から行こう。下からサイゾウも10減ってるのか。夏祭りだいぶ使ったな。ここら辺食らわないかな、食らわないでほしいな。希望、こいつ一応回復できるな。お、レベルアップした。ここぞという時に役立ってないよな、アクア。来るか？来たー。うわー。痛い。まずい、魔法作ってきた。パセ、よーし。ナイスだ。オッケー。負けられんからな。主人公で回復させられるか？お、いけるな。春で、まあ、少しでも回復をさせると。で龍馬をここに置けば、さてさてさてどうするか。それでオロチをこっちから行って、フェリシアを回復させよう。まあフェリシアはね、自分で回復すればそれでいいんだけどね。よし、このままガンガン行こう。ヒットポイントのあるやつはガンガン行こう。ボロモンから行って、サクラを
ここに置きたかったけど仕方がない、受けない。で、こいつここ安全だよね。サイド死にそうだな。よしよし、みんな避難できるやつらは避難しよう。復活復活で、こいつをここに置いて大丈夫かな。殺されそうな気がするな。応援、何応援って。うおー、こいつ死んだら厳しいぞ。 31% かわせ、当たったか。そう、奥義勝負あったら、あとはどれだけこいつで減らせられるかな。ピングル 69%。 まあ当たんなこれ。当たって、ギリか、17ギリ残るな。 12% だ、待ち伏せ。よっしゃ、あれ結局倒せなかったから意味ねえ。だからなんでここでクリティカルが出るんだ。すまぬ。20か、危ねえな。おお、壊した。あいつだ。おっと、あれ当たったわね。今度こそ証明してあげるわ。あんたたちなんかより私たちの方が強いってね。それは無理だ。待ち伏せ、オラ。無駄無駄。なんでだから2回目でクリティカルが出るんだ。返り討ち。もうなんでいつも勝てないのよ。龍馬に勝てると思うなよ。来た、危ない危ない。ちょっと主人公、まずは龍馬を回復させよう。でこっからぶちのめす。あなたたちを全員倒す。そうすればミカミックス様は神田様のものに。そうはね、いかないんだよ、残念ながらね。一発、いやーマジ強いわ龍馬。レベルも上がっていく。龍馬無双だな、まさに。めっちゃ上がったし、マリオケで。こいつはもうおとなしくオロチで倒すか。さあ行きますよ。はっ、あらばだ、わらわの勝ちじゃ。でちょっとフェリシア回復させよう、こいつで。あー危ねえ危ねえ。おー、なんだかんだで減ったな。こいつ金持ってんな。このまま手やりで倒せねえかな。倒せる。サポートしますわ。あ、おりだ。まだですわ。オッケー。すまないな。いいね。夕霧も上がった。お、こいつもレベル高い。1万円。あとこいつだけか、なんだかんだで。カミラ。新竜石とかも持ってるし。もういいかな、下のやつら。一応こいつを復活させて。で、夏祭りが一応使えるんだよね、こいつ。お、使えない。じゃあ、いいや。来たか、狙ってきたか。いいかね、もうすぐよ。もうすぐで、あなたは帰ってこられるわ。ああ、なんて幸せな気分なの。姉さん、僕はもう戻らない。たとえ白夜兵が一人もいなくなったって。僕はアイア王国には戻らないんだ。だからもうこんな無意味な戦いはやめてくれ。あの子たちが死ぬところを見るのは辛いのね。そうよね、敵とはいえ長く時間を過ごせば情が移るわ。なんて優しい子なの。違うんだ。マジメンヘラだなこいつ。仕方ない子ね、そんな可愛いわがままを言って。じゃああの子たちが死ぬのを見なくて済むよ。あなたから殺してあげるわ。とは言ってこないか。少しの間眠らせてあげるわ。大丈夫よ、痛くしないから。さあ来なさい、お姉ちゃんの元に。お姉さん、サポートします。そんな狂ったやつは俺が倒す。痛い、おりゃ。仕方ない、弱いし。
マジ弱い。ミカレックス。その割には経験値くれない。お、こいつも14か。ゲー、ちょっとしか上がらない。新流石を手に入れた。まあ、とりあえずこれ送り込んでおくか。いやー、途中かなり苦戦したな。流脈敵が使ってくるのだけっていうのはかなり卑怯だぞ。お前はもう元には戻らないのか。ミガミックス、どうしても戻ってきてくれないのね。私は前みたいにみんなで仲良く過ごしたいだけなのに。なのに今度はエリーゼまで私を裏切るなんて。姉さん。エリーゼは裏切ってなんかないよ。エリーゼはこの戦争を終わらせるためにマークス兄さんとガロンを説得するために僕たちと一緒に来ているだけなんだ。説得？マークスお兄様とお父様を？そうよ、私が説得したらもしかしたら二人とも考え直してくれるかもしれないって思ったの。私だってカミラお姉ちゃんと同じだよ。また前みたいにみんな一緒にいたいだけ。そのために私のできることをやりに行くだけなの。だから私は今だってカミラお姉ちゃんの味方だよ。エリーゼ、こっちの方が大人だな。ねえ。カミラ姉さん、聞いてくれ。戦争が終わったらアンヤと白夜が友好関係を結んで前みたいにみんなで過ごすことだってできるかもしれないんだ。え？本当に？うん。そうしたらこうやって戦わなくて済む。僕はもう弟じゃないけど、今度は白夜王国の王子として一人の友人としてまたカミラ姉さんの元に戻ってこられるから。ミカミックス、そう、そうなったら素敵ね。わかったわ、ミカミックス、エリーゼ、私も同じ理想を持つ。カミラ姉さん、素敵だわ。マークスお兄様とレオンとエリーゼと私、それから白夜王国のミカミックス王子様、前とはちょっと違うけどそれも悪くないわ。変わり身早っ。平和になってまたみんな揃って楽しく過ごしましょう。さっきまで、ね、あんだけさメンヘラだったのにいきなりかよ。そうすれば私、まあしょうがないですね、波があるんで。おお、神のお姉ちゃん、気を失っているだけよ。まああんなに戦えば無理ないわ。あとはあんたたち、ん、私たちに任せてあんたたちは王城に行きなさい。え、僕たちを始末しないの？バカじゃないの。カミラ様も命令もなしに勝手な行動できるわけないじゃない。別に今の話が本当になればいいなって思ったとかそういうんじゃないんだから。ルーナ、素直じゃない。うっさいわね。ベルカ、てかこの二人生きてたのかよ。息の根を止めたと思ったのに。無駄口叩いてる暇があるならさっさとカミラ様をお運びして。どうして？私が。なんか文句ある？私は非力なの、無理なの、運べないの。そう、じゃあね、ミカミックス様、あんたの理想がどうなるか楽しみにしてるわ。カミラ様にいい夢見させたからには犬死になんかしたら許さないんだから。では。失礼。お、うん、姉さん、ありがとう。カミラ姉さん、僕たちと同じ理想を持ってくれて。もう少しだけ待っていてくれ。僕たちが必ずこの戦争を終わらせてみせるから。そしたらまたみんなで気が済むまで思い出を話そう。というところで第23章終了したので、まあ、また次回やっていこうと思います。